はい、アートテラートニーのそろそろ美術の話を、私アートテラートニーがアートに関わる方をゲストにお迎えしてトークを繰り広げるポッドキャスト番組です。今回は前回に引き続きアーティストの玉田滝さんをゲストにご経歴を交えつつ美術についての話を続けていきたいと思います。はい、ということで前半お疲れ様でした。お疲れ様でした。毎回自分でも前半お疲れ様でしたって言うんだけど、はい、こんなに疲れてるの初めてかも。なんかすげえ疲れた前半。やばで、玉田さん全然疲れてないっていう、乗ってます、乗ってますよね、はい、すいません。いやいやいや、初疲れさせるゲスト。そうそうそう、記念すべき初ゲストです。初を取りました、よろしくお願いします。いやもうだからね、話したいことがまだまだあったわけです、うん、聞きたいこともね、いっぱいあるわけですから。だから段ボールの作品が湿気に弱いことに気づきましたっていうところで強制終了だったから知ってたよね、きっとね、湿気に弱いのはね、知ってたよね。いやいやいや、言われてみたらですよ。でもそれはもう今はじゃあ湿気はもう対策はできるようになったんですか？いや、できないですね。湿気対策はしないってことになりました。あ、結果として、うん、結果受け入れる。で、湿気で、うん、でも吸っちゃって、でも夏に出す、うん。その時にちょっと形がこう、またちょっとだけ変わる、うんうん。そうやって呼吸することによって生きてるっていうのが、うん、段ボールをその尊重するやり方だから、うんうんうん、対策しない方がいいんだって思ったんです。でも日本の木造家屋もそういうもんね。うん。そういうことだよね、結局。呼吸してるから、うんうんうん、それで同じように生きてるし、そうすると呼吸させると、やっぱり、うん、劣化していく、経年変化していく、うんうん、で太陽の光やっぱ浴びると紫外線で薄くなるし、うんうん、そういう結構早くから薄くなっていく色が、うん、そういうことも分かって、うん、あ、だから一緒になんかこう過ごしてんだっていうか、うん、老化してってるっていうか年を重ねてるってるっていう風に受け入れるしかないって思ったんです。それを食い止めようとするとなんか塗りたくらなきゃいけなかったりとかするから、うんうんうん、そうすると色が変わっちゃったりとか、段、うんうん、ボールらしさがなくなるし、段、うんうん、ボールを使う作家としてなんでそれ使うかっていうところをもうちょっと考えなきゃいけないってなった時に、あ、この古紙段ボールが呼吸する、劣化していくところを作品として受け入れて作品化していくっていうことが一番綺麗な形かなっていうのにたどり着いた。なんか、そう、僕もこの前、だから、いわゆるギャラリークルーズですか、うん、玉田さんのギャラリートークなら、言ってた、いろんな話聞いてて、うんうんってこう聞いてた中で、印象的だったのが、なんかメンテナンスは私生きてるうちやりますからって言ってたもんね。うん、なんか そう、うん、それはなんか作家としてのなんかすごい力強さな感じだった。ああ、嬉しい。なんか、うん、いや、木造とかそういう、うん、あの神社とか、うん、あの、寺とかも、やっぱり、こう、直すじゃないですか。うんうんうん、だから、保存、そのまま保存する、っていうことをしないっていうことで、うん、まあ、できないかも、うん、できないとも言えるし、うん、そういうもので、 あっていいのかなって、うんうんうん、だから私の あんまりこう売買されないんですけど作品お金も大きな特徴です。なるほど。メリットでありデメリットであるんですけど、売買しないから全部自分で収蔵してるんだけど、だからなんでされないかっていうと、結局美術館にも収蔵しにくい、どうなるかわからないし、そんなにこの保存何年保存できるんですかって、いや、わかんない、15年しかやってないから。確かにね、確かにね。そう、でもなんかおばあちゃん家に昔からあった段ボール引きずり出したら、そのまま形は保ってて、でも虫がちょっと食ったりとか、で場所によってはカビたりしてる、あれと同じですよっていうことだから、いや、よっぽどそのね、換気がされてる貯蔵庫だったら全然大丈夫だと思うんだけど、うん、学芸さんもちょっと怖い。怖いから、ちょっと受け入れられないっていうことなんでしょうね。そうか。でも、依頼としてはなんかそういう企業とかから作ってほしいっていう依頼は結構来るってことでしょう、ね、うんうん、そうなんです。その時にじゃあどう対応するかってなって、呼吸するんで壊れますからなんて言えないし。そうなると、いや、段ボールのこの造形の特徴は、大きなものが結構私手早く作るんですよ。うん、早い作るの、それ最大の特徴で、大きなものでもさっきのサイの話じゃないけど、なんか空洞だし、作り方がわざわざ詰める必要がないっていうものだから空洞になってるんだけど、そうすると大きなものを短時間でどんどんどんってできる。でも、その時間をかければかけるほどやっぱり手が入るから段ボールの厚みが出てくる。はいはいはい、はい。そうすると頑丈になって重くなる。うんうん、
で、まあ、なんか動かそうが倒そうが何でもないって感じのものができるんだけど、うん、手早くつければつくるほど、やっぱりちょっとこう運ぶときにビリッとなったりっていう、かけた時間と時間というか、どれだけ手を入れたかっていうので頑丈さが決まるってことが分かった。だから、もう納品するってなったら、結構ちゃんと手入れて、ガチガチに作るっていうことになるっていう。でもそうやってガチガチに作れば、もう結構な強度は保てるんだ。だから、全然大丈夫。へー。まあ、それちょうどね、その2011年ですよ、作ってたの。3月の12日納品。あらあらあら、そう、まさに。で、あ、嘘。14日。そうだ。すいません。14日。それ前半で言った会社、とある会社に頼まれた像を作ってほしいだとか、キリンだとかの。納品日が決まってて、さあもう納品だって言って、キリンのお尻だって立てかけてて、アトリエで、あれ、地震があったから、うわって見に行ったら、倒れてたんだけど、全然平気。へぇ、そんなに興味。そう、震度5度に耐えられるっていうお墨がついたの。なるほどね。うん、これで、全然大丈夫だったって。だから、強度バッチリっていうことが分かった。へぇ、うん、で、運ぶのって重さはちなみにどれぐらいになるものですか？重さは、やっぱ、入れれば入れるほどだけど、自分が持てるぐらいでは止めてて。だから、何キロ持てる？ 100 は持てないかな。まあ、そりゃそうでしょうね。でも、持ち上げるというよりかは、毛布引いて乗せて引きずる。で、台車に乗せてなんとか斜めにすればトラックのズブーンとかって行くんですよ。全然行けんの。よく、ね、持ち上げられないって言うけど、全然行けんの。てこの原理使えば。ポンみたいな話で。作家だからできるわけで、業者さんがそれやったらちょっと、えってなるよ。そう。なんか何でも一人でやらなきゃいけないって思ってるから、そういう策を見出して、全然できるってことが分かって。これがチームとかで、やっぱり、やってたら思い、だから石とかだったらチームじゃないと動かせない。そうなると、そもそも一人で運ぶって考えじゃないから、いろんな運び方の手段があるけど、そもそも一人でやってるから、一人で運ぶ手段を知ってる。ああ、そっか。そう、でもね、郵送の時には、ちゃんと運ぶスタッフの人が、もう2、3人でゆっとこう、一人でできると思うけど、みんな丁寧、どこ持っていいですかみたいな、その辺で、とか言いながら、ちゃんと運んでくれるっていうね。まあ、そういうこともできます。でもだってもう15年もやってて、仕事もそれなりにいろんなことが呼ばれてるから、アシスタント雇うはなかったの？いやー、なんかね、ない。あ、じゃあ今後も一人でやっ、なんか、雇うとなると、その人の面倒を見るし、やっぱりどうなるかわからないし、っていうか、その必要性がまなくって、へぇー。なんか、自分の、できる時間の中で、これを完成するための方法を考える。から、できないことがない。なるほどね。で、この、なんか恐竜を作ってくれって、期限は2ヶ月ってなったら、じゃあ2ヶ月で作るために考えればいいだけで、そう、だって、やったことないから基本的には、5ヶ月ないとできませんとかはなくて、あ、わかります。じゃあ2ヶ月ですねって、ミッション。じゃあ結構仕事は全部断らないタイプ？私、仕事は断らないです。おー、基本的に。全部受けて、どうしても、被っちゃって、バッティングした時は、断る。っていうか、日程変えてもらって、あ、でも、そう、全部をやる。それが全部多分課題で、私のミッションで、やることによって成長してきたから、この15年が。だって断る理由がないっていうか、できませんは言えないし、だったら、やるしかなくって、できますとりあえず言う。そこから考えるみたいな感じのやり方ね。なんかそこはわかるというか、俺も一回も仕事断ったことないし、無茶振りされてもやりますだったんだけど、最初の時に、ほら、自分のこう気持ちが湧き立つからやれるみたいなのあったじゃないですか。俺はそこは意外と自分が気乗りしなくても、まあ、いっか、やるかって思えるんだけど、それは大丈夫。そこはやっぱある時やってくる。あ、やっぱり？それはやっぱそろそろもうその造形方法確立して、これはいけるで2011年になってる。そこからはだってもう一回そのいくらかで売れてるから、その値段がついちゃってるから、そこから先はやっぱお金との相談になっちゃうんだよね。そうだよね。でも質的に名前知らない、なんか段ボール立体作ってる子で、安くやってくれるだろうで来るから、それに対してどう立ち向かうか。
すごいです。あ、なるほどね。プロフィール並べたところでそんな知らないですよ。その美術界隈じゃなければ。たまび出たくらいしか、何の取り柄もないっていう。いや、そんなことはない。なんとかし、名のある賞をもらってるわけじゃないし、いざ行ってみたらなんかトタンの屋根だったりとか、いざ行ってみたらなんか隙間産業みたいなことをずっとやってきて、それをミッションとして技術を上げてきたから、まだまだ断るはできないけど、それでやるのみたいな時はありますけど、うん、でも、うん、その課題を自分に寄せる術はある。うん、へぇ、うん、でもそれは偉いで。だできない、うん、なんか、うん、言ってきたことを、うん、じゃあやったことない、それも恐竜が一番大きいけど、うんうんうん、恐竜作ってほしい、うん。恐竜は一体持っとくといいなって思った。うん、ああ、なるほど。やっぱり。武器として武器として、うん。恐竜作れるっていうの、うん、作れるっていうこともだし、一、うん、個大きいの持ってたら、うん、これはちょっと食っていけるなって。あー、なるほど。一番大きなネタなんですよ、うん、私の。一本、一本持っとくべきな、絶対受けるやつ。それを作らせてもらえるチャンス。鉄板ネタ。鉄板ネタ。鉄板ネタをビビたる予算でも出て、うんうんうん、作らせてもらえるなら、うん、あの、アトリエの賃料ぐらいにはなると。うん、なるほど。なるから、うん、じゃあやる、今です、やります、うんうんうん、何でもいいって言うから、うん、じゃあ難しいやつだってなって、うん、首長竜だって、あの、ブラキオザウルスになって。それでそういうの作るようになるんだ。ブラキオザウルスなんて、絶対難しい。長すぎるし。だって首はどうやって自立させるんですか、そしたら。そう、どうしよう、私。うんうんうん、だとりあえず細長いんでしょっていうやつ。それは段ボールをこんなもんかなーでそれを棒にして顔みたいに細長いものができる尻尾細長いものができる同じ方法足細長いものが6本できてさあどうしようってなるっていうで胴体がやっぱり2メートル超えのでっかい筒を作らなきゃいけない胴体の部分をでそれに差し込んで立てるってこと結構なしっかりしたものじゃなきゃいけないからそこで初めて中の骨組みを作るってことになったよ。首の中のってことじゃなくて胴体の骨組み。胴体の中、うんうん。首はもうただただ段ボールの筒状のものだったいいから、うんうん。筒にすればいいから、そんで顔つければ首なんだけど、うん、体の中は、どうこの塊作ればいいか。段ボール重ねていったら背骨だけじゃなくて、肋骨的なものを必要になってくるってことだ。肋骨が必要になって、その時に、あの、段ボール箱を肋骨にするっていう技術が編み出された。うん、これはね、誰もやったことがないでしょうね。背骨もないから。そもそも恐竜作ってないからわかんないんだけど。こんなことはね、多分段ボールを握った人にしか思いつかないっていうか、多分言わなきゃ誰も気づかない。この方法。で、しかも、見れないんだもんね。うん、そう。だって今聞いたところで、あ、本当は背骨があるとか、肋骨あるとわかんない。中だけの話だ。中だけの話で。へそれをできた時、うん、あ、これもういけるじゃん。きっと何でも作れるって。なるほど。うんうんうん、そんで、立てる時に胴体できた、はめてみる、うん、でっかい、全部で全長6メートルだから、うんうん、その時はね、私はね、でっかいアトリエに引っ越してます。うん、6畳ではありません。すげえドヤ顔。ドヤ顔だったな、今の。誰か見せたかったわ、今のドヤ顔。すいません。200平米のアトリエを手に入れております。もうだから出すのも楽だし。うん、楽だし、中で作れるし、でっかいシャッターで換気がもうちゃんとできてるところで、だから、どうしよう、とりあえず足場みたいな机を置いといて、その上に乗って、よいしょとかって。とにかく、もう立てるだけでも一日がかりみたいな。うん、そっか、そっか。で、立った、よし、机離した、首ドーンみたいな。あれ、何回も繰り返すで。結局、首はどうやって切るか。重いんだって。おうおうなんだから、首は空洞。おうおう尻尾は詰める、ぎゅうぎゅうに。尻尾は下に行ってもいいから。重さのバランスを取らなきゃいけないってことが、そこで分かる。足は詰める。ああ、まあ、そう、自立させなきゃいけないから。そう。そんで、首からの骨は長め、みたいな。長くさせば軽い首がこうちゃんと立ち上がるみたいな。だ首の骨も長めにしといた方がいいってことは、うん、辛抱になる部分。それもギュって入れなきゃいけない。スカスカだと首ブルンってなって下に落ちちゃうから。あでもそれギュって入れなきゃいけない。それこそ別に中見えないんだから、うん、段ボールじゃなくてもいいじゃんってちょっと思っちゃうんだけど、そこはやっぱもう段ボールにこだわる、うん、それ以外の仕組み使えるのにどうやっていいかわからないし。なんかプラスチックのとか、なんか針金とかでやればいいじゃんと思うけど、うん、じゃないで、そこはもうやっぱ段ボールにこだわる。で 100% 段ボールですって、まあ、言ってたけど、この通り。というか、いや、もうなんか考えなかった。その場であるもので何とかするっていうのがもうコンセプトにやっぱあったから。なるほど。もう段ボールしかないし。でもそれは今でもそうなんですか？今でもそうです。
段ボールだけで。うんうんうん、で、それが立った時に、夜中にそのでっかいアトリエで、立ったの、ブラキオザウスが。うわ、立ったで、インデペンデンスっていう、自立っていうタイトルがついた。はい。その自立は、彼が、自立した、そのブラキオザウスが自立した、私いけるな。これが本当に作家としての自立だって思った、その日、その夜。で、感動的な。感動的な自立だった。クララが立った以来の、本当に自立の感動の日ですね。立ったってもう、いけるわって。本当ビビたる料金のミッションだったけど、私にはかなり大きな成功だったんです。それが2012年。でもそこからちょっと不思議、その12年じゃ、で、今回、まあ、ね、やっぱりもう、それは平塚市美術館の話してあげたいなと思ってはいるから、そこにつっそう今ね、このミラキオザールス、平塚市美術館のエントランスにいますから、あるある。この話聞いてから見に行って、確かにね、あの首ねって思うから。そこで自立したやつだってみんな見るからね。ちょっと今回首つってますね。やっぱね、確かに上から。そう、11年経つと、やっぱりね、同じくね、やっぱ年取るんだねって。手ぐすみたいなので。立つんだよ。でもね、途中でって頭下がっちゃうのね。やっぱちょっともう10年経つと。回帰があるからね。そうで、危ないし、ね、で、触りたいから、ジャンプして子供たち。危ないから一応首つってますけど、ちゃんと自立するからねって、ここに置いときますよ。それは言っといてください、皆さんね。そこはね、無料で見れますからね。無料で見ていいけど、700円払うともっとすごい世界が見えるっていうね、お話を、お送りしたいと思います。始まったよ。はい。いやそう。だからちょっと、じゃあさらっとでいいんだけど、それで、はい、いや、美術館に呼ばれるようになったのはどのタイミングだったんですか？初美術館は、10周年の2016年のタイミングで、岡崎世界子供美術博物館、あそこからの依頼で個展だったの、いきなり。すごい。いきなり個展で、あそこも結構広い。で奥の展示室も全部使って、いいって言うから、もうありったけの作品持ってって、で、そこのために、いや、大きいのを作らなきゃいけないって言って、さらに作ることになるんだけど、初でいきなり抜擢されて、で、しかもそれ、その時期は、岡崎市市政100周年。すごい岡崎市の方でしたっけ？違う。縁のゆかりもないんですが、たまたまその、だから100周年何やろうで湧き立って予算ありますの時に、たまたまテレビなんか出てて、その、を見た、岡崎市でいろいろ仕切ってる校長先生が、この人だってなって。学芸員さんとかじゃなくて。そう、校長先生が、岡崎市のその美術館、子供美術館に、この人をやってって。すごい力を持ってる人がいたんです、岡崎。で、その時期に、なんか、その野外で造形パラダイスっていう、岡崎市内の子供、小中学校全員の野外展、それもなんかちょっと格好のことになり。へぇー、で、そうこうしてたら、じゃあ、市政100周年で何やってほしいかってミッションがあって、小中学校の野外展全員展は、その岡崎っ子展っていうのがとても有名で、何十年も続いて代々、それがとても有名なの愛知県で。なんだけど、幼児の部がないっていうのが、ずっと気になってて、やりたいって。そこやってくれって。じゃあ、幼児何人いるんですか？年長さん3300人。3300人。ちょっと桁が違ったな。3300人。聞いたことない。みたいな。じゃあ、やりましょうって。全員3300人と、玉田滝手にしようって。すごい。やりますって言ったの。すごいね。やっぱそれはすごいわ。さすがに俺でも多分、3300よ。300でもびっくりしたけど。3300。はぁ。でも、よく考えたら、そこが所属している保育園、幼稚園があって、それが結局何十円かある、60円ぐらいあるのかな。その先生たちにレクチャーして、そこから持ち帰ってもらって、各子供たちに作ってきてもらうっていう形にしよう。だから先生ワークショップをやるんだけど、じゃあ何作らすかの時に、一緒に展示するから、一人分の大きさはどれだってなって、一人分がハガキ代ってことになったら割り出すと。とは言っても3300円結構いろいろなるもんね。3300枚のハガキ代が。でかい。で、それで、じゃあ、壁を使ってくださいって。で、もうそれこそ立ち戻った大学生の時に作ってレリーフ状の作品。あれをやってもらおうってなって、
で園児一人はがき台ぐらいので、うん、レリーフ上で好きに作ったものを円で一つの形にして、うん、まとめてクジラとかでもいいから、うん、テーマは海だった、うん、でイカとか何でもいいので、うん、それにペタンっていう平面で出してくださいって、うん、それを60何何点を壁にとにかく貼りまくるっていう、うん、へえ、それで収まったの。すごい。でも圧巻だった。圧巻でした。でもやっぱ自分もだから言っては見たものもどうなるか分かんないわけじゃない、うん、もう出来上がったものを見たらやっぱさ感動的でした、うん、やっぱいくらもらえるのかなってちょっと思ってたの先チャリンチャリン、私はこのミッションを一体いくらでやらされるんであろうかみたいな、うん、確かに美術館っていくらくれる、うん、だい2年前から抑えられ、2年前からもう予定、ね、そう2年3年前からこんなことやりますのミッションの、うんうん、もうそうなると、うん、岡崎市の担当者がついて、うん、その人が事細かくスケジュール管理してくれる、私の、そんで、うん、それのためにマニュアルを作りをやってくれたりとか、うん、ずっと来る、うん、それをずっと感じ、私は一体いくらもらえるのわからない中、うん、そんないくらですかなんて言える立ち位置で、まだ2016年なんて、うん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 、そう、まとまった額もらいました。よかったよかった。もらった。本当によかった。もらった最後。危なかったよ、なんか。ちょいちょい聞いて、市政100周年ってやっぱ予算大きいんですかね、みたいな。よかった。最終的になんか岡崎市の闇を切るみたいな回になるのかと思っちゃったよ。バンキシャみたいな感じになるからなんか怖かったよかった。いやでも何を隠そう、その時の学芸員がすごかった、うんうんうん、全部託してくれて、あでもそれはいいね、うんうん、なんかこの勢いでなんか仕切りたがりの感じだから、うん、あもう友野先生全部どうぞやってください、うん、好きにやってくださいみたいな、うんうん、なんもやらないんだねみたいな感じですけどね。やるもんなんだと思って、初めてだから美術家、確かに確かに作家がやるもんなんだ、うん、私図面から全部描いたもんね。あでもそれはなかなか聞かない。だって今回の展覧がさすがにやってくれたでしょ、うん、学芸員。いや私が描きましたけど。あ描いた、うん、うん、で学芸員さんちょっとね、うん、こんな配置かなって、そんなんじゃダメだなと思って、うん、結局自分でいられて全部買って。やっぱでも自分でやる方が合ってるんだ。合ってる。それをやることで空間作りがあって、うん、イメージをして、うん、じゃあどんな雰囲気で、どんな、うん、テーマで、うん、で、タイトルどうだって、もう全部込みでじゃないと、うん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 、作品作ってそれ置くだけじゃない。私の展覧会の特徴、ここ展覧会の話ですけど、うん、私の展覧会の特徴は、うん、作品をきれいに置くことじゃなくて、うん、空間をどのように味わってもらうかっていう空間作り全部が作品だから、うん、やっぱ全部のイメージが入らないと何も思い浮かばない、うんうんうん、どのラインナップでどんな緩急で見てもらって、うん、最後どんな気持ちで出てってもらうかっていうのも全部計算したい、うん、おーおー、それを作ってて初めてタイトルがふっと思い浮かぶみたいな、うん、はあ、じゃあ今回の展覧会のコンセプトがまず先なの。うん、コンセプト先です。今回コンセプトはちなみに今回のは、うん、こう一つ一つの、うん、こう作品が部屋なんだけど、その部屋をこう絵本のページをめくるように、うん、巡っていってほしい、うんうん、この部屋ではこれする、この部屋ではこれする、うん、ちょっとミッションとかあって、うん、ちょっと体験できるね、体験して注文の多い感じだったりとか、うん、いきなりこう山かな森かなと思ったらザブーンと海の中に入るとか、うんうん、で最後なんか作家の部屋でテンタタン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 、あこんな人だったんだってこう終わるみたいな完全スプラッシュマウンテンをイメージしてるわけですよ。落ちるのジャングルクルーズじゃなかったの。うん、わーってなって最後わー楽しいって言って帰るっていうので、もう一回乗りたいみたいなんで何回もしてもらうみたいな、そういう絵本のページをめくっていくような展示にしたい。だからその設定がもう絵本だから、もうその子供たちとかが、うん、子供たちとかっていうか、子供がとにかくこの美術館ってものを好きになってほしいし、美術展ってもののこう初めてこれ大好きみたいな、うんうんうん、何回も見たいっていうものに完成したかったの。うんうんうん、で美術館とか美術展、しかもそのね、やっぱ、うん、美術館っていうところだと、うん、そのなんか遊び場じゃないし、うん、堅苦しい、敷居が高いは絶対あって、大丈夫かな連れてって。うるさいけど、うちの子。あ、うん、お子様連れの方はね、うん、よく気にするって言いますもんね。うん、ベビーカー入れるのかなとか、うんうん、抱っこだったらしんどいなとか、うんうん、触っちゃったらどうしよう。絶対あるのに、うんうん、全部大丈夫、ここなら大丈夫を作りたかったの。うん、
それがまず初めにあって、うん、子どもたちが絶対的に自由に美術を堪能して、うん、体感して、うん、でまあその気持ちを抑えられる触りたいとかあるから、うんうん、そういうことも全部できて、うん、美術って何だろうみたいな、うんうんうん、どういうものかって入門編でありたいって思って、うん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 、そのためのやつを考えたら、うん、物語っていう言葉が出てきて、はあはあ、ダンボール物語っていうタイトルになった、うん、でも確かになんかあの展覧会のロゴもちょっと絵本っぽい言われればそうだ、うん、絵本っぽかったなって思った、うん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 、そうね、それに全部合わせてもらって、そうで今回は、うんうん、チラシってすごい重要じゃないですか、うん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 、ビジュアル、うんで、ビジュアルを、やっぱ結構いろんな展示やってきたけど、うん、こう、デザイナーさんと会ったこともないし、うん、伝えきれないこともあるし、うん、で、出てきたものに対して私、あんまり文句言えないっていうか、じゃあ自分でやるよって思っちゃうから、でも、やっぱデザインって、やっぱ持ちは持ちはで、絶対できない、うん。出てきたものしか文句できないから、言えなくって、うん、でも今回だけも絶対に一からやりたいと思って、自分でデザイナー指定して、あ、そうなの？この子で行きたいって、うんうん、で自分の思いを伝えて、うん、この雰囲気っていうので考えて、うん、タイトルも全部その子と一緒に作って、うん、へえ、いやこれめちゃくちゃいいよね、このそれは出来上がりどうでした自分もう、もうこれこれみたいなこれよってこれ着るわみたいな感じで背負うわだし着るあ、それぐらいもうそれくらいこれと一緒に寝ますみたいな感じで、うん、本当に一番こう目指せたもののビジュアルができた、うん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 、そうでもこのビジュアルは、うん、あの3年前に思いついてて、うん、でなんかふとこの話が来て、うん、で、決まった、うん、で 2年前から作り始める時に、うんうん、あ絶滅危惧種でいこうって思ってその作品のテーマとして、うんうん、テーマとして絶滅危惧種で、うん、その動物たちがちょっとこの孤島の中で、うんこう集まってふわっとこうで人間たちを冷ややかに見るとか、うんうんうん、なんかちょっとそういう現世と来世とかそういう曖昧な位置に動物たちがいるっていうイメージがパッてこうあってでスケッチしたの珍しく、うん、珍しく書かないでおなじみの書かないでおなじみなのに、うん、一応絵描けますっていう感じで描いて、うん、これだっていうので日付ちゃんと2021年7月って入れといたんだけど、うん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 で、そこからイメージがあって、どんどん変わっていくもんだけど、うん、そのイメージのまま来れたの、ここまで。うん、今回、だからね、その、うん、まあ、メインビジュアル、オラウータンだとかね、あの、カメレオンとか、あの、ハシビロコウもいたりしましたけど、はいはい、その、絶滅危惧種にしようと思った理由って何かあったんですか？絶滅危惧種とのテーマとの出会ったのが、うん、あの2020年なんですけど、うんうん、その時に依頼があって、うんそう、あの、絶滅危惧種展をやるんだけれども、うん、そう、あの、タモナさんって、うん、絶滅危惧種作られてますよねって言ってくる。まあ、どういう依頼？博物館的なところですか？あ、ね、うん、阪急梅田。阪急梅田さんから、あの、企画の人から、うんうん、あの、問い合わせがあって、絶滅、作ってませんけど、みたいな。絶滅危惧種オンリーではないし。と思って、ほら、ゾウとかシマウマとかライオンとか、おまあなんか動物の代表格をとりあえず作ろうな、なってるし、私のテーマはなんかもう、ダンボールをどれだけこう自分のミッションかだから、作る媒体はそんなにこう、何でも良かったりとかしてきて、で、そのうち、あ、作ってる生き物が自分の自画像なんだなって思って、自分に隠された性格をその動物に投影させるとかって言って作ってたんだけど、動物っていういわゆる代表的なものが大体全部絶滅危惧種だったっていう。あ、人気のあるやつはってことね。うんうんうん、だし、じゃないものって言ったら猫、犬、豚とか、家畜じゃーみたいな。そういうのは非絶滅、そやねっていうね。そういうふうに、大体絶滅危惧種だってことに、そういうの気づいたの。そうか、あんま猫とか犬とか作ってない。それだからサイズの問題もあるんだよね。うん、前半でそういう話だけど。そう、大きなもの、大きなものを作る傾向になると、ね、それが絶滅危惧種なんだ。うん、で特徴的な、うんうん、あの性質を自分の性格と絡ませるから、うん、そのサイだとか、そういう風になってくる。変われない、変われないやつばっかり。変われないやつばっかり。野生のやつなんです。そうそう。そうなってくると、うん、やっぱりそっちに行ってて、あ、うん、そこで初めて、あ、私すごい失礼なことしてたと思って、動物に対して。うんうんうん、だから、そんな軽い気持ちで動物なんていうのを、うん、あの、テーマにして、乗っかってやってきてるから分かりやすいし、うん、とか、ニーズあるし、みたいなところで、ちょっとお金もらって、みたいな、うん、なってたところで、ガッツーみたいな、あ、
やる、動物テーマにやるのに、うん、その動物が抱える問題を全然リサーチしなかったって。初めてちゃんとした社会問題とぶつかるっていうタイミングだった。うん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 、で、絶滅危惧種調べれば調べるほど、いや、やんなきゃダメじゃんって。うん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 、で、もう時は SDGs。うんうん、いや、あんま言えてなかったけど。SDGs ね。で、もう段ボール、段ボールになっちゃって、うんうん、私は昔からやってますけど、みたいな。そうそう。なんか SDGs の作家さんって思われてるけど、十分にやってんだもんね、そんな。やっと時代がついてきたみたいなね、話で。今聞いて分かったけど、うん、言えてないんだもん、本人。全然、だからとかでもなくて、その場にあるものを、なんとか臨機応変に作り変えるっていう精神がもう SDGs だったんだよ、うん。言葉は知らなくてもやってたわけですもんね、うん、元から。うんうん、そうだから、うんあ、うん、それだし、その中の一つに、やっぱりその生物守るっていうものもあったりして、うん、あ、何かが一つのこう、組み合わさったっていうか、自分のやってきたことと、自分が立ち向かわなきゃいけないテーマと、与えられた、あの、ミッションっていうのが、ガッチってハマったの。あ、ここかってなって、で、じゃあもう今後のテーマ、絶滅危惧種だってそこから決まったの。で、その時に一番最初に作ったやつ覚えてます？その、なった瞬間から。なった瞬間は、サイ。またサイ。サイ、サイ、ほんと何回も作るんですけど。サイは代表格、絶滅危惧種の、うんうんうん、で、調べるほど、人間が原因すぎるってところにやっぱり気づいちゃう。から、人間が、この、欲しさ、角欲しさとか、薬欲しさとか、うんうん、なんかこう、トロフィーにしたいとか、うん、そんなんで、生き物たちをすごく傷つけてるし、うんうん、自分たちの暮らしやすさのために地球を傷つけることによって生態系に全てに原因がいくから、うんうん、人間っていうのが完全に害じゃんって。あ、うん、人間なんていらないよ、みたいな。っていう答えしか生み出せなくって、でもそれを人間である私が、どんな風に何を発表していいかわからないしテーマにする。だから、ひとまず2020年の時は、だから知り得た情報を形にするまでしかできないっていう、そこから先私はここから20年かけて答えを出していくっていうテーマになって、だから、サイは代表格で作って、その角、角っていう部分に何かこう手を加える人工的なもの。で、それをこう、まあそもそも段ボールが人工的なものなんだけど、さらに人工的になるわけなんだけど、そこに段ボールで花を作って、花っていうのはフラワーの花を作って、いや、紙のペーパーフラワー、綺麗だし、なんだけど、ものすごい人工的なもの。うん、それをこう角にたくさんこう添えて、うん、なんかそのイメージとしては弔うみたいな感じやって、うん、あのやっぱ喧嘩というか、棺桶の中に花で敷き詰める、うん、そんな感じで生き物たちを最後に弔う、自分たちのせいでいなくしたくせに自分たちが最後花を弔うって、ものすごい、うん、なんかもう何やってんのって話なんだけど、でもそれが人間なん、うん、人間ってあるものみたいなものの集合体にしたくって、うん、人工物で作った際の角の部分に人工物の花で弔うっていう作品ができた。そこからじゃあその何か動物の中のきっかけとなる部分、人間がすごく気にする部分、好きな部分をそういう花とかそういうものを加えて、こうなんでそこに花があるか、なぜならばその模様が可愛いって言ってんでしょ人間ってやつはみたいな、そんな風にそう加えていった。だから今回ハシビロコウなんかもね、背中にいっぱい花がついてたりとかしたのも、そういう視線を浴びてるってこと。そう、そういう視線をたくさん浴びて、こうなんかこう人の目みたいな、そう、数奇な目みたいな感じ。走る子にとってはもう、ただただ邪魔でしかないんだけど、すっげえプレッシャーだ、みたいな。いつ動くか、いつ動くか、みたいな。今じゃないんだよ、とか思いながら、じーっと立てる、みたいな。そんな感じのを背中に背負わすっていうので、背中に人工的な花を、添えるっていうのをやったりとか。まあ、そういうテーマで一致して、で、絶滅危惧種の中で一番重要なのが、今まで腰段ボールって言ってきたのに、腰らしさを隠すっていう。腰の特徴といえば、買ってきた段ボールと違うことは、印刷されている。
ジュースの名前だとかメーカーの名前、ああいうものさえ出せばコシってすぐわかるけど、それを裏返して全部消してきた。これまではね。これまでは。で、消すことによって、段ボールの中の微妙な色の違いとか、質の違いを見せる。で、見る人が、なんか、色塗ってんのって言ってくわけですよ。それくらい段ボールに色の違いがあることを塗ってないけど、見えるっていうことが分かったから、やっぱり印字面は隠して、段ボールの素材の、こう、もっと目を超える、超えさせたいっていうのがあって、やってきたんだけど、いつこの印字使おうかなって、ずっと思ってて、で、絶滅危惧種の時に、人工物っていう人の手で消費っていう答えにたどり着く。人の人間の消費が地球の原因。消費だって。それが印刷。なるほど、なるほど。の後、私で初めにやったのは、うちで出てきた段ボール。水とか、ウーロン茶とか、アマゾンだとか、おむつとか、なんかそういうのの、ちょっとずつ見せると、うちで出てきた消費の後。なるほどね。それを、シマウマに背負わせるとか、そういうふうに、初めてその、古紙段ボールっていうのと、作品とテーマと私のやりたい目指すものがガチッとしたのが、やっぱり絶滅危惧種っていうテーマ。でもそのタイミングがちょうどこの古典であってよかったよね。まあ、ここからまた進化していくんだと思うけど。本当ここに向かってたんだなって、もう運命感じちゃうみたいな感じ。で、それやっぱりこう、ね、コロナであってスケジュールが前後してもダメだった。今だった、全部。確かにね。で、今やりたいことを全部詰められたのがこの平塚市美術館。で、このイメージしてた、絶滅危惧種っていうエリアも作れたし、絵本のページをめくるように、緩急を持たすって部屋の設定も全部できたし、ライティングもちゃんと思い通りにやってもらえたし、さらに、この喋りたがりの作家の、この話をお届けするには、ギャラリークルーズの2日じゃ足りないって。そうそうそう。そうだよね。2日じゃ足りないんだけど、どうせ私ずっと張り付いてようかなって。あの2週間の時のように。横浜の2週間の時。押して、ボタンを押してもらったら喋ろうかな、みたいな。で、音声ガイドがあるじゃないかって。音声ガイダンスって、みんなこうヘッドホンで説明を聞くんだけど、あれをもうちょっと、もう作家で全部作ってやれと思って、各部屋10本。各部屋10本。QR コードあってね。QR コードを順番に読み取ると、ああ、こんにちは。本人が喋る。造形作の、今回は、ラジオ感覚で聞いていただければと思います。では、どうぞ、みたいな。そう。すごいよね。作家自らやってるの初めて見たの。それをやろうって。私がそこで喋れば、いらない人は聞かなくていいし。で、見たい人は見る。さらにキャプション、キャプションも結構書くの。私、テキストの分量を読んでほしいし、伝えたいし。で、説明じゃなくて、その物語を書きたい。で、作家の背景や愚痴なんかも書きたい。それを読んでくれた人は、さらに面白く見てくれるし、で、さらに音聞いたら、より楽しい。何回も何回も楽しめるっていう、そういう、こう、仕掛けをたくさん作って、やるっていうのが完成形。完成形なの。いや、しかも、そうそう、あともう一個、ちょっとこれは絶対言っときたかったなっていうのだと、やっぱ、玉田さんって動物の作家さんって印象が強かったから、今回人間もね、あるじゃない？ありがとうございます。すっかり忘れてました。いやいやいや。動物しか作ってない気になった。だね。だからそういう、俺もイメージがあったけど、今回人間をね、テーマにしたものも。まあ実はこれまでも作ってはいたって言ってたけども、そうそう。ぜひその話も。ありがとうございます。最後の部屋に一つだけもう打って変わって、なんかすごい美術館みたいな感じの作品をきちんと展示するって部屋が出てきます。今までは森かな、海かな、なのに、最後いきなりカチンみたいな部屋があって。ちょっとミニ個展みたいな感じで見れる。何のことかね。それハスタローっていうシリーズがあって、私の中で。今まではやっぱりこう、いきなり段ボールと出会っちゃって、テーマも何も持たないまま、まあ玉虫っていうのは絞り出して、素材と自分の技術をこう、鍛えるためにちょうどそこにお仕事が来てでやってきて、で大きなテーマと出会って作家がちゃんと仕上がったっていうところまで来たんだけど、その15年の間に結婚と出産があって、で出産のタイミングでやっぱりノリに乗ってきてるところで一回ちょっとこう、ペースダウンするっていう、これはもう女性作家あるあるだし、どのタイミングでそれを持ってくるかっていうのがある。で、じゃあ今年だって言ったって、作ろうと思ったらできないとか、偶然できちゃったとかって、そればっかりはどうしようもないんだけど、なんか、
いい感じで10周年の時にちょうどできて、でそこで初めての公立美術館で3300人やってやったぜの時に妊娠したの。あ、そのタイミングなんだ。ちょうど妊娠して、なんて子だって思って。なんて子だ、なんて日だみたいに言わないで。なんて子だ。良いタイミングで。素晴らしいなって思って。で、一回も私の中で着地してるから、そこで、じゃあまあ、休むでもない、結局ね。あの、健康体だったので入院もせず、そのままもう、前日まで仕事して。すごいね。そう。で、もうちゃんと、ね、伊勢丹に納品も行くし、こんなお腹しながら、深夜の納品も行くし、オーダーの作品も作って発送して、終わったよって言ったら陣痛が来たの。本当になんて子だ。なんて子だって。なんて子だって。偉いね。で、きちんと生まれて、あの、生まれて欲しい日に生まれたの。そこも、そこもだ。素晴らしい子なの。素晴らしい子だよ。素晴らしい子が生まれて、で、その子をただ、産んでみて、あの、生まれるまでは良かった。産んだら大変。やっぱりね、人の子だねって。うん、やっぱ育てなきゃいけないから。そこは思い通りにやっぱならないわけだ、子育てはね。うん、やっぱもう、育児本通りとも言うし、育児本通りにもならないとも言うし、世間のお母さんたちがみんながぶち当たる、あの、問題に、きちんとぶち当たって、寝ねえな、とか、なんで風邪ひくのかな、とか、飲まないね、とかね。もう、起きて寝るだけ、うんうん、私子供好きだったので欲しかったし、うん、でちょうどタイミング良かったけど、うん、こんなにもつまんないもんかって思っちゃってちょっと期待値が高かったんだからそうつまんないどんな遊びしようかっていっぱい絵のことを教えてやっぱ美術漬けにすっちゃうかなとかいやいやいやとかいろいろ考えたのに初めて生まれてから2年ぐらいって別にそんなことできないああまあまあ、彼はとりあえず息することが大変だって感じ、生きることが大変だから。生まれてこれ来るわけないじゃん。これが0年目に出てくるわけないでしょ。俺、まだ子育ても経験ないけど、それはわかるわ。なんでこれがいきなり出てくると思ったの玉田さんみたいな。それは2年は主婦かよ。びっくりしちゃって。びっくりしちゃった。飲んだら寝る。寝たら出す。出したら飲む。飲んだら寝るの。ずっと繰り返しなの。ね、なんか4時間おきぐらいに毎日やるん。つまんないってなって。大変とか寝不足でとか、自分のことがだったよりもつまんなくてしょうがなくて、早く大きくなれって思ってて。いっぱいミルク飲ませたら、まるまる注ぐちゃってって、飛んで。そういうことじゃない。早く大きくなれってそういうことじゃないよ。何その、サイズ的な話じゃないもんね、本当。でもじゃあサイズ的に大きくなっちゃったんだ。うん、まあ大きくもなるし、全然喋らないし、聞いてんのか聞いてないのか分かんないのか、私一人で漫談やってるし。そう、でもそんな大きな大病もなく生まれてきたから、やっぱり余裕がある。すぐ寝ちゃうし、うんうん、余裕があってやっぱ作りたい、うんうん、けど、うん、まあ、すぐ OK、2時間ぐらいずつしか余裕がないと、やっぱ作品ってできないんだなっていうのが分かって、やっぱふつふつとこう、ストレス的なものが溜まる2年間で。うんうん、で、2年ぐらい経った時にようやく、あ、これ1回出そうって。そのストレスになった部分、うん。ストレスになった部分。で、ストレスっていう記憶は良くない。うん、つまんなかったっていう記憶も良くないから、一回この2年間私ちゃんと母やりましたっていう記録を留めておこうと思って、初めて動物じゃない、こう、子供をテーマにした作品、シリーズを作ろうってなった。その時に、まあ今までは自分の性格を動物に例えてたんだけど、この生き物どんな動物にしようかってなった時に、もうなんか、なんでもない、何にも例えられないから、もうこの子でしかない。動物に例えようがないんだ。うん、人を作るしかないってなって、なんだけど、人そのもの作るとちょっと気持ち悪いし、リアルすぎる、どのサイズでってなるし、じゃあやっぱ何か例えるときに、人の顔を持った何かにしようってなって、で、まあその、仏のような寝顔っていうね、いうのが、あ、仏っていうのあるならあんなにギャンギャン泣いたら仏さんやねって死んだ人に言う言葉やけどね、仏さんのようなね、寝顔っていうね、仏なんだなと思ったから、じゃあ仏、ハスの上に立つみたいなイメージからハス太郎が生まれた。うん。だから息子さんはハス太郎じゃないっていう。そう、名前違う。このキャラクターとしてハス太郎。そう、本人偉い怒ってる。
ハスタロー、ハスタローって、うん、あの会うたびに誰かにハスタローって呼んでるから、そかそか、もうそのうちなんか名札とか貼り出しちゃうみたいな。俺ハスタローじゃないぞって、ハスタローしといてみたいな、プライバシーあるからって。そうだね。まあでもね、そんなんで、ハスタローシリーズは唯一私の中で、うん、今まで主人公というかテーマは私だった結局、うんうんうん、だけど初めて他人の、なるほど、他人がテーマになったっていうのが大きな出来事だった。うんうんうん、だから自分じゃないものを作るときに、うん、えらい客観視できる。あ、でその目が、うん、作家玉だったけじゃなくて、うん、母としての目だ。で母としての作品っていうときに、うん、全然マインドが違って。へー、うんうん、だから作り方変えないとなってなんかふと思って、でこうぐっと小さいものをハスタローシリーズで、うん、まあ、一つの絵本、うんうん、ハスタローが生まれて2歳で旅立つまでの、うんうん、絵本を作って、うん、そのハスタローシリーズでそこで一回完結したんだけど、うんうん、ハスタローを、うん、あそこから 2歳でね、うん、一応はそこから喋れるし、うん、ちょっとなんかこうやり取りできるし、うん、ちょっとは漫才できるんだけど、うんうん、もうできる、すごいな、英才教育がえぐいな。できるんだけど、うんうんうん、また次の、うん、問題にぶち当たる時が、去年からあって、もう楽しく保育園に行ってたのに、なんか急に行きたくなくなるっていうタイミングの時に、もうすごい話し合いがあって、あ、どうやらこの子が幼児から少年に変わってきてるタイミング。そう、まだまだね、幼い子いるけど、うちの子はちょっと成長が早いのかなって思うけど、ちょっと喋りかけすぎて。あんなに大きくなれ大きくなれ言っちゃったから。喋りかけすぎちゃったかな。だから、いろんなことが分かっちゃう。頭は育ってるのに、うん、体と心はまだ幼い。うん、体は大きいんだけど、うん、心はやっぱりまだ幼いとか、ね、そのギャップで、自分のこう精神的に合わなくなってきてるっていうのの中で、自分の心を追いつかせるっていうのに、すごく毎日感触を起こしてて、うんうん、ものすごい暴れるみたいな感じを、うんうん、うわぁ、ぶつかったと思って、うんうん、これは作品じゃない？いや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 、これは作品じゃないよ。これ、来たーみたいな。待ってましたって。ハスタローの次のフェーズが来たぞと。で、あの2年間は大変だったから、一回絵本にまとめて、ふーとか言ってたけど、うんうんうん、後々見たら、もう生ぬるいと。うん、あんなもん。あんな、なんでもない、普通のことしかテーマにしてない。こんなんじゃないじゃん、育児。本当は。うんうん、その子のことを、だから、うん、よくある悩みでしょ、うん、こんなことあるでしょうね、っていう共感の中でしか作れてなかったけど、子育ての本髄っていうのは、うんうん、その、自分の分身みたいに思っちゃってるところから、うんうん、その子が、一彼として、うんうん、見られた時に初めて始まるみたいな、そういうタイミングだった。今までやっぱ言ったことをやらしたいし、言ったことをそのまま繰り返すし、その食べさせたものがそのまま形になるし、分身みたいな感じだったんだけど、その彼がぶつかり出した時に、あ、違う人種なんだって。自我が、そう、自分と違うしっていう。ちゃんと分かって、あ、性格も似てると思ったけど全然違うわって、うんうんうん、初めてその子の本質を知って、うん、あ、私が今まで見てたものと違うものになって、言ってるし、違うものだったはずなのに、今まで同じ自分の文章して見てたことに、すごい、はぁってガツンってきて、で、これは作品だ、なるって。だから、あれから3年みたいな感じの作品が、今回新作として出てます。サイズもだから、本当のハスタローと同じぐらいサイズ、ね。そう、もうまさに同じサイズ。だから110センチ、120センチぐらいのハスタローがそこに佇んでるっていう。でも今後ハスタローがいろんな問題があるわけじゃないですか、きっと。うん、問題って言ったらちょっとあれかもしれないけど。うんうん、北の国から見たくなってくる。そうそうそう。シリーズ。フラノ編と東京編みたいな感じになるんだと思います。そうです。そうだよね。そう、初めて恋愛して、思春期が来て、うんうんうん、あの、クソババアと呼ばれた日、来たーみたいなね。来たーってなるんでしょうね、私ね。いやー、すごい。ハスタロー君の見てみたい。だから、青年期までを追ってきたい感じなんだ。ずっと見れるから、それは。だから、彼が今度は親になる立ち位置。うん、で、私がそれ世話してもらう時まで、うんうん、作家として長く扱うテーマがまたもう一本できたって、うん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 、こうやって私がアウトプットすることによって子育てっていうものをきちんとこう、うん、あのしていけるなっていうふうに思って、うんうんうん、
で、まあ、そういう作品が、一つあるんです。いや、すごい。これはでも、だから、やっぱ作り方もちょっと今まで変わったってたでしょ？そうです。うん、今までは、それこそ、だから、揉んで、まあ、中に芯を入れてとかあって、大体作ってから、だんだん肉付けして削ってみたいな感じのやり方だったんだけど、足の裏から順番に作ってた、頭のてっぺんまで。下から作ってた。そう、足の裏、うん、足のかかと、うん、足で首、うん、ふくろはぎ、本当にお尻、背中って、順番にきちっときちっとその形に合わせて完成させていく。なんか、スキャンしていくみたいな感じで。下からね。うん、下から。で、立たせ、ずっと立ってる。そうか、足はもうずっと存在してるんだ、うん、最初に作ってるから。上を作っても立たないじゃなくて、立つようにずっと、だからその子をどのように丁寧に育てていくっていう、きちんと触るように丁寧に育てたいっていう気持ちと、こう自分の反省と振り返りをの作り方がこれかなって思って、きちっと順番に作っていくっていう。また面白いなんか仏師さんとかが仏像を作るとき多分上から掘っていくじゃない、うん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 、塊だから塊、うんうん、でもゼロから作るタイプのものだから下から作っていかなきゃいけないんだね。下から生きる、うん、あこれだから全然ない作り方だ、うんうんうん、それこそだから中空洞本当に彼の形の空洞が入ってて空気がそこにそうか全部綺麗、うんうん、に空気が入ってて、うん、それがなんかまたそれも魂みたいな感じもするしだからすっごく軽くって、うん、ほんと今にも倒れそうなのに絶妙なバランスで立ってる、うん、でも次作る時にアイディアなんだけどブッシーさんとかって中になんかこう入れたりするじゃん物、うんうん、だから5歳のハスタロークのなんかとか中に出てくるよく食べてたものとか入れとくとかするとせっかく空洞だからあちょっと見えてねそうそうそう何年後とかにこの時こんなの思い出が入ってるっても面白いかもしれないなって今、うんうんうんそれいいですね、うんうん、いやそう忘れちゃうからやっぱり記憶って、ね、そうすぐ忘れるんだってことにも気づいて、うん、だから記録であったし、うん、そうそうな具体的なものは今回は全然ないけど、うん、彼のこうなんかまとうオーラみたいなものは出せたかなって思って、うん、いやこれもぜひ見てほしいなと思うんですけど玉田さん2回目の残念なお知らせなんですけどまた50分経ったんだなっておかしいな20分ぐらいのイメージなんだよでもこれは絶対言っときたいというのがあったじゃないですか。前回のね、前半の時には、ギャラリークルーズありますよって話をして、はい、これがね、まあ8月19日で、これ配信が8月19日ですから、多分今から平塚行けないよって人もいると思うんですけども、ワークショップもされてるということで。うん、そうなんだ、うん。ワークショップはとっても私の重要な食い口で、ね、食い口じゃないよ。柱の一本で、作品を作るだけじゃなくて、私こんな風に、教えるのが大好きなんです。喋りながら教えて。で、それをワークショップで、ほんと15年やってきたから、ぜひこれに参加してほしいんですよ。うん、で、段ボールといえばやっぱりみんな作ってみたいになる。うん、簡単そうだから始まるから、一緒にやらなきゃいけなかったんだけど、じゃあやってみと。できないでしょいざやってみるとね。うん、だから、出来ささないっていうワークショップなんだけど。私すごいだろみたいなの。そう。なんか、失敗させるみたいなワークショップになっちゃうよね。だけど、実際、じゃあ2時間、うん、2時間も長いかなってね、もう全然短い。時間足んない、うんうんうん。2時間で一体どんなものができるのかをそこで体験してもらって、もちろん私がやってると同じ秘密の技法も全部教える。で一個一個もちゃんと教えていくね。20組ぐらいとか全部手厚くやるんだけど、で、2時間で作って出来上がる。あ、なるほど。それから作品を見てほしい。ああ、なるほど。やってみた上でね、うん。見え方がガラリと変わる。おー。あ、このところはあの技法だとか、あれ、粘土のあれ使えばここ、これどうやって作ってんのって見方にもなるし、だから美術界隈の人が美術館行くと、もうなんか空間を取り出すよりちょっと一回裏見ちゃうみたいな、近寄ってこのキャンバスの裏どうなってんのみたいなとか、ちょっとどんな絵の具かとか、そういう目で見ちゃう。作り手の目で。で、ワークショップやった人はその作り手の目も、できる。そう、だからやっぱりそうだよね。その木彫とか、まああと粘土像のものはなんとなく作ったことあるから、なんとなく見て、あ、こう作ってんのかな。作家さんやっぱすごいなと思うけど、そもそもやったことないんだもんね。この段ボール彫刻を一般の人がね。絶対触ったことないし、でも触ったことあるような気がする。なぜなら段ボールだから。
そこやったこ大体そう工作でやったりとか、小学校、中学校わかんないけど、うん、やっぱりちょっと触って工作してたら、うん、あの段ボールでしょみたいな。段ボール、ね、うん、迷路の段ボールでしょって来てみたら、みたいな。恐竜、どうやって立ってんの、うんうんうん、これはなんでこんな色が出る、形がすごい、もう段ボールに見えないって終わるけど、うんうんうん、さらにワークショップやってみて。これでも子供だけ、うんですか、うんね、子供がいる親。そう、大人まで大丈夫。一般まで大丈夫。5歳から一般まで。一般ってのはもうおじいちゃん、おばあちゃんでもいい。うん、そうです。本当だ、この間のアクション5歳から80歳まで。すごいね。すごいラインナップで。これは平塚市美術館で8月26日、はい、10時から12時の回と14時から16時の回があります。でもさらにあれでしょ、あのミッドタウンでも。そうなんで、重要なのはこれ、事前申し込み制で、なんと、4倍ぐらいなんで、倍率。あらあらあら。抽選になります。抽選なので、締め切りちょっと調べていただいて、うん、締め切りまでにご応募いただけると、うん、抽選で当たるかなっていうのが、8月26日、平塚市美術館でのワークショップでございます。はい、そして、うん、ただいま開催中なのは、東京、うん、六本木にあります、うん、東京ミッドタウンで、うん、さらに、うん、大きい10メートルの、うん、恐竜の展示、やってます。うんうん、なんと。この収録日の今日からなんだよね。今日から。なんか、俺、たまたま昨日ミッドタイム行って、東本さん出すって聞いてたから、なくってと思って、さっきね、ちょっと収録途中で聞いたら、うん、なんなら、この収録の前の深夜2時、うん、前日、昨日やってたんでしょ。2時間ぐらいで今ここ来て、食べてる。すごいよね。深夜2時から搬入してて、このパワーがすごすぎるけど、今だから見れるわけですね、うん、ミッドタイムに行けば。見れます。8月の27日まで、うん、2階のガレリアっていう、うん、まあ、ショップとショップの間の、うん、踊り場ですけど、うん、行けばすぐわかるんで。それが恐竜何体ぐらいいる、うん、恐竜1体です。10メートルのが、いやいや、それは見た方がいいよ、絶対、うん。それね、面白い恐竜で、触っちゃいけないって書いてあるのに、ちょっとなんか近すぎないみたいな部分、穴開いてる。穴開いてると人って覗きたくなるでしょ、覗くと光ってるの。赤くなんか光ってて、中の、こう顔突っ込むと音が聞こえるっていう。触っちゃいけないけど、顔突っ込めるぐらいのはいけるってことですか、ちょっと、まあ、ちょっと触ってもいいんじゃないって思ってるけど。玉田さんが今言いましたから。うん、この番組聞きましたって、もし、ミッドタウンの人に怒られたら、玉田さんがいいって言いましたってことにします。で、これでワークショップもやってるってこと、うん、そう、それで、8月の11、12、13、14、4日間、お盆の4日間を、連日、午前午後2時間のワークショップをやります。はい。こちら参加費2000円、事前申し込み制でございます。はい。そしてこれ残念ながら8月19日配信予定ですので、はい、前半の回の、ところのなんか注釈に、ワークショップのことは載せておきましょう。そうだった。ぜひぜひ。はい。大丈夫です。ぜひぜひ。はい。ご参加ください。うん、このような感じで、喋りまくりますので。喋りまくりますので。ワークショップで。でもしっかり2時間で、一つの作品を作り上げる、失敗させないから大丈夫です。でも、今後もでもワークショップは可能性はあるでしょ、いろいろとね。絶対あります。なので、ホームページ、見ていただいたまだたきでググってください。で、ホームページには最新情報を載せます。ワークショップ、展覧会、いろいろ SNS 配信から YouTube まで、幅広くやってますので。でもだからワークショップやってみないとね、だから、やってみた方がだから見方も変わるだろうから、ぜひぜひこの機会無理だとしたらまた今後にね、チェックしてということでございます。さあ、いつも美術以外の趣味とか聞いてるんですけど、それのコーナー、なんだ、麻雀の話を聞きたかったのにな。いやー、したかったなー。大学時代麻雀めっちゃしてたっていう。9月の回ですかね、私。うん、もう、キャスティング、逆キャスティングされます。いや、でもまた来てください。はい、ぜひ、次の展覧会決まったら即連絡ください。いくらでもこちらは準備しておきますので、本当に。まあ、とはいえ、これだけ最後に言っておきたいよ。あれば、聞きますよ。喋り足りないけど喋れないな。でも何これって言われると難しいですね。なんだろう。何もなかった。何もなかった意外と。これだけで、でもとりあえず今日は本当に、他人のふんどしを借りて、美術家の宣伝をさせてもらえるっていう。いや、もちろんもちろん。ほんとそういう回だったので、そこは喋り切ったかなと思います。重要なこと忘れてました。いや、もうこれね、ほんとこれだけは言わせて。っていうの、私、出版があって。これ重要だった。重要だよ。なんで忘れて言うよ、言いました。危なかった。危ない。えっとね、
もう発売されてます。うん、8月なんで、はいはい。8月にはもう発売されてます。はい。九龍堂から発売されますで、うん、造形作家玉田時段ボール物語。あ、この展覧会の。はい、図録兼作品集。うん、書籍作品集。はい。はい、うん。が、出版されてます。うん、2800円税別です、うん。はい。これだからそうだ、僕は6月24日に行った時には、展示風景も収めたいから、うんうん、まだその、ね、美術館では売ってなかったもんね。そう、めっちゃ売りたかったのに、うん、8月になった。8月になっちゃって。あらあらあら。ちょっとこだわりすぎちゃいまして。うん、でももう、まあ、展示風景がちゃんと収められた、うん、作品集、はい。内容もあるし、うん、私が喋りたいこと喋り倒してるし、うんうん、たまびの恩師である教授と、うん、松浦教授と一緒に、うん、対談も入ってるし、初期の卒生の作品出しちゃってるし、お結構盛りだくさん。初作品集としては。作品、うん、ちゃんと一般書籍は初。お待望のなんだ。待望の。これがやれるならやるみたいな、そういうもう、そういうやつ。なんで忘れてたの？忘れてた。喋りすぎて忘れてた。いや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 、貴重ですよ。はい、そうなんです。これね、うん、装丁めちゃくちゃ可愛くて、本棚に絶対1個置きたいっていう。もう中見なくていいかもね。多分、うん、化け替えできると思う。オブジェとして。うん、ジャケ替えできる。うんうん、本屋でもきっと平積みしかされないと思うな。かわいすぎて、うん。もう家に置くだけでね。一冊は鑑賞用で、うん、もう一冊は中身見てもらって、うん、あと二冊は両親送ってくださいって、ね、お願いします。鑑賞用ってのは中見るわけじゃなくて、うん、その パッケージ、うん、ジャケットを見ると鑑賞用が必要ってこと、うん、そうです。うんそうそう。でもやっぱ段ボールで表紙ができてるんですか？そこはちょっとまだ内緒なんですけど、ぜひね、書店また展覧会場で、私がいる日はぜひね、サイン展待ってね、待っておりますのでね、来てください。もうよろしいでしょうか？あ、すいません。もう帰れって言われております。はい。ああ、いや、でも楽しかったです。はい、はい、じゃあまたぜひぜひ、次回の出演もお待ちしておりますということで、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、はい、この番組は不定期配信です。各種ポッドキャストサービスでのフォロー、購読をお願いいたします。感想はハッシュタグそろそろ美術の話を、今後聞きたいテーマやゲストは番組ウェブページまでお願いいたします。